イーゾラデルジリオは、イタリア共和国トスカーナ州、グロッセート県にある人口約1400人の基礎自治体。テレニア海に浮かぶジリオ島と、その続投からなる。ジリオ島は、自然と史跡に恵まれたリゾート地として知られる。2012年1月には、コスタコンコルデアの座礁事故が発生した。島の名は、もともとラテン語で、 羊の島アイギリウムと呼んでいたものが変化したもので、あるが、ジリオはイタリア語で、ユリを意味する。ユリはかつてこの島を治めていた、フィレンツェの紋章でもある。トスカーナ諸島島としてのジリオ島は、ティレニア海のトスカーナ群島に属する7つの島の、うちの1つ。本土で最も近いモンテアルジェンターリオの海岸からは、西へ約1 4トル離れている。 ジリオ島の南東約1 6トルにはジャンヌートリ島が西約4 5トルにはモンテクリスト島がある。コムーネとしてのイーゾラデルジリオはジリオ島とジャンヌートリ島からなっている。グロスセート県では最も南に位置するコムーネで、 県とグロシセイトの南南西約4 9トル、州とフィレンツェの南約1 6 0トル、チビタベッキアの西北西約7 9ル、シュト・ローマの西北西約1 4 0トルの距離にある。ジリオ島は、ほとんどが河口岩からなり、地形は山がちである。島の最高峰は、パジオデラパガナ。岩がちな海岸線の延長は2 7トルで、 いくつかの入り江がある。ジリオ島は、トスカーナ群島国立公園に含まれ、豊かな生態系に恵まれている。島の90%は、地中海性森林であり、広大な松林が広がっている。島の平滑な崖には、多くのブドウ畑があり、ここで栽培される、B のアンソネコと呼ばれる品種のブドウからは、島特産のワインが生産されている。 コムーネとしてのイゾラデルジリオには4つの地区があり、ジリオ島は3つの地区に分けられる。島の東海岸にあるジリオポルトは、島の玄関となるジリオ港を擁している。キエーザやマレとサラセーノといった集落はこの地区に属する。島の西北、最大の入り江である、カンペイゼ湾に面したジリオカンペイゼは、近代的な海岸リゾート地区となっている。島の中央、 ポルトとカンペーゼの中間の丘の上にあるジリオ・カステッロは古い城塞都市である。この地区にはキャスマタ、チェントロ、シスターナ、ロッカといった集落が属する。コスタコンコルディアが座礁したジコジリオ島には鉄器時代から居住者がおり、後にエトルリア人たちが軍事的な要塞として利用した。805年、カール大帝によってローマのトレフォンターネ修道院に寄進された。 その後、島は、アルドブランデスキ家、カエターニ家、オルシーニ家といった有力貴族やペルージャ氏の統治下に置かれた。1241年、シチリア王国のフェデリーコ一世は、ジェノバの艦隊を打ち破っている。1264年からは、ピサシの領有となり、その後メディチ家の領地となった。島はたびたびイスラム教徒の信仰を受けており、 最後のものは1799年であった。2012年1月13日、島の東岸ジリオポルトの沖合で、豪華客船コスタコンコルディアが座礁、転覆する事故が発生した。主要な産業は観光業である。島は自然に恵まれ、多様な動植物が見られる。海洋の生物性も豊かであり、スキューバダイビングのポイントとしても知られている。 原産地統制故障ワインである、アンソニカ、コスタデラルジェンタリオの産地である。このワインは、このコムーネで栽培される、ビーのアンソナコから生産される。人工水事利用本土のサントステーファのコとの間に、ナビガツイオーネマレジリオ社がフェリーを運行している。2004年4月21日からは、交通量の調節のため、島を車両で訪れる場合には、 交通大臣の発行した書類が必要である。分離集落ジリオカステッロはイタリアの最も美しい村クラブの加盟メンバーである。カンペゼの塔など中世に海沿いに築かれたいくつかの塔がある。ありがとうございます。